い、それでは参ります。センター目線です。はい、はい、ありがとうございます。皆さんしゃがんでください。葉山翔太郎役の陣内翔です。本日はお集まりいただきありがとうございます。そうですね、僕は登山サークルメンバーの元、副部長として、山に熱心な、山を舐めてる人が大嫌いなという存在でございまして、暑いところもあったり、なんかでもなんか途中で、あれこいつ、あ、そういうことかっていうなんかね、仕掛けもあったりしますので、あとお客様も忌まわし節だったってどういうことってたくさん思ってらっしゃるでしょうし、お食事がついてとか、あ、この距離で見れてとか、いろんなどういうことっていうものが、我々もまだお客様に入っていただいてないから分かってない、どういうことっていうものがたくさんありますので、それも演劇的にもお話の仕組み的にも、なのでそのどういうことっていうのをたくさん見つけてもらって、お友達と共有してもらえたりしたら、もうまんまと保坂さんの手中に、はい、収められているということなんで、楽しんでください。ありがとうございます。三浦玲一役の三浦亮介と申します。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今回お芝居のお稽古期間が非常に限られた時間の中で、でも保坂亮さんを筆頭にとても素晴らしいキャストの皆さんと、とても濃厚で濃密な時間を過ごさせていただきました。こういったご時世でいろいろなことが制限される中で、今回のこの新たな演劇っていう部分で、我々が新たなことに挑戦する、進んでいくっていういったところも、とても楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。今回配信という形もありますので、ぜひそちらも、楽しみにしていただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、桜匠役の和田拓磨です。本日はお集まりいただきありがとうございます。今回の作品は、おそらく私が今までやってきた舞台の作品の中で一番お客様との距離が近いんではないかなという作品ですし、さっき役者の方々も言ってましたが、お客様が入って初めてこう完成する作品でありますので、本当に幕を開けないとどういう形でどういう感想をいただくかわからないのが、ワクワク半分不安半分というところなんですけども、そこはなんかこの素晴らしい役者の方々と存分にこう力を出し合って、楽しんでいきたいなと思いますし、あと配信もですね、今までの舞台の配信というのはこう生で感激できないことを補うための配信が多かったんですが、今回は配信じゃないと楽しめないという新しい方法かなと思ってますので、本当に楽しみ方がたくさんある作品ですので、ぜひその辺を宣伝していただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、高木優斗役の玉木由紀です。本日はありがとうございます。そうですね、もう皆様が全てを語ったぐらいのことを話していただいたんですけど、もう本当に演出の保坂さんの世界でこのとても素敵で変な役者の皆様が、生きております。筆頭にな、いやかもしれない。その僕らと同じ世界観で共にお客様と入れるということを、大切に大事に、公演期間が短いですけども、本当に精一杯努めていきたいなと思います。一緒に同窓会楽しみましょう。よろしくお願いいたします。では、片代みそぎ役をやらせていただきます、石川亮吾です。新しい演劇のこういう、それこそそのここ数年ではちょっとやっぱ実現できなかったようなスタイルでの演劇なんですけども、やはり稽古の段階で自分もお客さんの一部として感激したシーンとかもたくさんあったんですけども、劇場で見るよりもものすごくこう臨場感が溢れた、そんなすごくこう没入感がもうとにかくすごくて、今からでもすごくこう来てくださる方に楽しんでいただけるっていう要素がすごくこうもう今の時点からたくさんあるなっていうのがまず第一に
感想であります。役名はまだ発表されてないんですが、はてなはてなはてなということになっております。松島雄之介です。よろしくお願いします。そうですね、まあ、ついこの間成人の日があって、新成人の方が、街を、まあ、振り袖だったり、着慣れないスーツを着て、ね、会場に行かれるのを見てすごいほっこりしてたんですけども、やっぱり同窓会というのは、まあ、懐かしい友人だったりとか、昔好きだった恋人だった方だったりとかと、大丈夫そうですか。振りが上手だから多分その感想普通に黙っていられないこと口々に同窓会でいろんな、思いというかあると思うんですけども、その会場に今回、まあ、皆さんが本当に近い距離なので、ある種そのお客さんもすごい緊張感といいますか、同窓会の参加者の一人として、参加していただくので、まあ、その緊張感もより一層、楽しんでいただけたらなと。そして今回あの配信の方でも、見どころがね、また違った見どころがあるので、ぜひそちらも楽しんでいただけたらなと思います。白石双葉役をやらせていただきます、貞本風磨です。よろしくお願いします。はい、そうですね、今回の見どころはやっぱりイマーシブシアターというところで、今までの舞台だったらお客様がこう見てる、僕たちがやってるところを見ているのがこう、何ですか、お客様と演者さんっていうのが、本来普通の舞台の形だと思うんですけども、このイマーシブシアターという形は本当にお客様もこの登場人物の一人として扱っていますので、今までよりも、まあ、もちろん舞台というのはお客さんと僕らで作り上げていくものなんですけども、それがより一層深まっている。本当にお客様なしではできない作品となっておりますので、本当にドキドキしながら見ていただければなと思っております。じゃあいいですか。基本的に我々が呼んでいるあの A 会場っていうところでお客様には見ていただくんですけれども、そのお客様はこちらの B 会場で実はお芝居が行われていて、でその様子は見れないんですよ、チケットを取れた幸運な方たちは。だけどそれは後々配信で1週間後に B 会場で何が行われていたか、同時進行で何が行われたかを見れる方たちなんですけれども、配信チケットの方はそもそもこっちの会場、 A 会場も B 会場も自分でどっち見たいかを選べるんで、チケットを取れた幸運な方たちよりも先に全貌を見れるっていうことです。合ってますか。そうだったんだね。えちょっとだけ補足をすると、配信の方は A 会場、B 会場っていうところを選んで見ていただくことはできるんですけれども、イマーシブ、海外でそのイマーシブの場合だと、そのお客様がその動いて A 会場、B 会場っていうふうに行くので、こっちに来ている間はあっちのものが見れないっていうところを、おそらくプロデューサーの皆様とかも考えて、だから B 会場を見ている間っていうところは A 会場の配信を見ることができないっていうところで、どちらか選択をしていただくっていう中で、あれってことはあの時どうなっていったんだろうっていうところは想像で補っていただく。で、A 会場を取られた方々っていうところは悶々としていただくことにはなるけれども、一応 B 会場を見ることができるっていう、そういう なんて言うんですかね、少しそのもやっと感を自分、あなたの選択ですっていうところで楽しんでいただくっていうような内容かと思